サシで一問一答か。よし、かかってきな。そりゃ喧嘩さ。つっても俺は買う専門だけどな。喧嘩屋としちゃ特服は一度袖を通してみたいよな。逆に例のキラキラの衣装はもう勘弁って感じ。香りや日和と語り合いたいぜ。もちろん拳で。漫画にハマってんだ。超たぎるバトル漫画。俺の翼は片方小さいんだ。そっちの翼を触られると、普通いきなり触ったりするかな。そりゃどうも。君も案外足目ヘア似合うかもよ。とあるイキリチビドラゴンの相手をすることかな。一番はやっぱりダチだな。君もその一人だぜ。新しい年も変わらずフルスロットルで行くぜ。たぎる質問だったぜ。じゃ、喧嘩行くわ。ずいぶんと立派なケーキじゃないか。もしかして俺の誕生日だからってわざわざ用意してくれたのかな。当然ですよ。さあさあカヤピ、存分に私に感謝するがいいです。いのりちゃんは彼が準備してるのをつまみ食いしながら見てただけじゃなかったっけ。でもボスも祈りも手伝ってくれたんだろう。君もありがとうな。おかげで忘れられない誕生日になりそうだ。よし、こんなもんかな。ここもいずれランドソルの名所の一つになるといいんだけどな。その時はまたかやちゃんにガイド役を頼んじゃおっかな。だったら私の像も作って名所にしてやるですよ。ビッグボス祈り様の像こそランドソルにふさわしいです。俺の誕生日を祝ってくれてありがとな。ったく、嬉しいことしてくれるじゃねえか。不思議だな、喧嘩じゃねえってのになんかたぎってきたぜ。らしくねえことを言っちまったかな。けどこれくらいのプレゼントじゃ俺は満足できないぜ。君のことだ、俺がこう言うって当然分かってただろ。そんじゃ今日一日とことん俺と遊んでくれよな。よろしく。よっ、急に呼び出すなんてどうした。おいしい話でも持ってきてくれたのか。早く教えてくれよ。何かと思えば俺の誕生日か。君ってマメだよな。そういうとこ嫌いじゃないぜ。仕事の話も嬉しいけど、ダチに祝ってもらうってのもいいもんだな。柄じゃねえが君が祝いたいってんならいいぜ。
その話乗った。そんじゃ今日はとことん君に付き合ってもらうぜ。こうして俺を呼び出したんだ。覚悟はできてるよな。何言ってやがる。一日たりとも喧嘩を休んだりなんか。ああ、そっか。俺の誕生日か。ここんところ喧嘩ばっかですっかり忘れてたぜ。大事なことダチに思い出させてもらっちまったな。そんじゃ今日はとことん君に付き合ってもらうぜ。こうして俺を呼び出したんだ。覚悟はできてるよな。おいおい、いくら喧嘩が好きでもダチとやり合う趣味はねえよ。あ、そうじゃなくて俺の誕生日を祝いたい？だったら最初に言ってくれよな。思いっきり身構えちまったじゃねえか。まんまと君のサプライズに引っかかったぜ。そんじゃ今日はとことん君に付き合ってもらうぜ。こうして俺を呼び出したんだ。覚悟はできてるよな。